ここに入れるしか。うどんと完全にすき焼きだよ。いやマジすき焼き。ちょっと待って、ほら絶対美味しいって。黒毛和牛だからね。うん、黒毛和牛高級です。いいんだよ、焼肉のタレって甘いからさ。オッケーかな。オッケー。完成。すき焼きうどん。すき焼きうどん完成。関西牛肉味付けしていたの。うん、なんかちょっと硬いけど美味しい。これ本当に黒毛和牛から。焼肉用って書いてある。焼肉用って書いてあるわ。まあでも美味しい。国内産って書いてある。焼肉のに焼肉用のお肉は煮込んじゃうと硬くなっちゃうのかな。まあ一番はね、うどんが美味しいから。うどんうまっ。あ、うどん美味しい。いや、肉もうまいな。肉も美味しいよ。あのね、F くんが今日ね、悪い子だったから、頭いいからさ、今日悪いことしたなって、あんま力やんないとこうって。買い出し行くスーパー、ベルクじゃない、ベルクってとこじゃない、
なんかまあ業務用スーパーみたいなとこかな。これでっかいね、本当に。でっかい。超高級椎茸だよこれ。いただき物。本当にでかい、ほら。うまっ。おいしい。うん、肉厚だよ。こんないい椎茸食べたことないわ。こんなにいいもの。まゆちゃんは間違いなく人に恵まれてるな。うん、恵まれてるよね。なんでなんだろう。椎茸高いよね。うん、せいじさん出会い目的で番だから、ちょっと前もねビビってる、ビビってる。だってさ、一回でもバンになっちゃったらさ、ナイス剥奪じゃん。やる気満々なんだけど、来月ナイス。よしえさん配信しなくなっちゃったね。ナイスやめなくなっちゃったから。大手の人が、まあ、なんか結構さ、大手の人って今まで忖度されてきてたよね。もう忖度ないよってことじゃん。うん、障害者をネタにしてて、え、叩かれてんの？なんかさ、笑い物にしちゃったらあれだよね。いや、でもせいじさんは頭がいいからそんなことしないと思う。いや、正直私もあの忖度されてると思う。されてたと思う。ふわちなくなったら どうすんの、まゆ。でもさ、奈々ちゃんに明らかなさ忖度あるよね。普通に乳首見えてんのにさ、配信落ちないもん、奈々ちゃん。なんでなの。優香には筋出してまた開いてもバンなる。やっぱさ、通報数なんかな、そう思うと、うん、通報数。あとニャムちゃんもあのバイブ当てて喘ぎ声とかね、剥奪なんないもんね。ニャムちゃんも結構エロい系なセクシー系配信者じゃん。うどん美味しい。危ない。ね。まあでも分かんない。規約変わってこれからないんじゃない。にゃむちゃんいい人そうだけどね。にゃむちゃん。え、
投げ合いって言うけどさ、それ TikTok じゃ普通らしいよ。大変だけどね、投げ合いって結局お金がなくなっちゃうじゃない。うん、この前ブーちゃんと高村性的配信バニラアダムシゲキスとかしたし、通報すごかっただろうに。あー、深夜とかは緩いかも。深夜運営が寝てんじゃん。深夜何でもありかもしれない。ゴールデンタイムとかはだったら多分やばかったんじゃない。うん、うん、あるある。モナちゃんとかもさ、イベント中に配信を乾燥し続けたんだけど、それ深夜でさ、上寝てるから何もなんなかったよ。あとは週末とか土日とかね。うん、そうそう、祝日、週末、土日祝日はちょっとあのバンになりづらいと思ってる。うん、ん、あ、世間は明日から3連休なんだ。うん、そうだね、そうかも。ただ通報数で落ちることはあるかもしれないけど、うん、通報数だね。来週も3連、そっか、3連休だったか。どうしよう、予定なくなっちゃったよお前じゃん。じゃあ仲良くか、暇だし総理んちでも行くか。暇な日、立国記念日、祝日。すごいよね、うん、47号さんのなんかアンチのね、相当嫌いなんじゃない、ね、うん、ニポさんも減らってるし、あんな一財を休ませてテンストさん許さないからね。建国記念日、いやテンストさんなんであんなにさ、昨日見たら有料アイテム5000発とかだったよ。すごいね、テントさん。すごいよ。総合1位、そうだね、誠司さんがまくられてたね、一気に。裁判台ってこと？
あ、多分わかんない。忍法さん どう出てくるか結構怖いと思う。忍法的にしたら、政治がまた1になった。政治さんのリスナーさんってさ、主婦が多いのかな。みんな主婦なんかな。裁判台、主婦が多いんだ。せいちゃんかわいいみたいな感じなの。うん、すごいよね。どうやったらあんなに人気になれるんだろう。しかもせいちゃんってさ、あんまりこうなんだろう、家から出ないじゃん基本。主婦の中でも柴田多数。うん、あれかな、営業してんのかな、しっかり営業してんのかな、連絡とかさ、豆なんかな。マイ全くしないからね。でも誠治さんってなんか閲覧300の時とかあってたけど、でもやっぱずっとイベント強いなっていうイメージ。うん、誠治は風船1個でもお礼メールくれるよ。そうなんだ。私も風船1個でもお礼メール送るよ、ちゃんと。あ、そうだね、聞きやすいってのある。うん、聞きやすい。マジでできも、うん、でももう寒くないから暖房つけてない。え、あのさ、私ちゃんとお礼メール来てる？ちゃんとね、毎日送ってるんだけど。うん、来てるよね。あ、たまにお礼メッセージ、あ、わかった。そう、毎回ちゃんと送るようにした。リーちゃんありがとう。でけえ。何度も投げて昨日初めて来た。いや嘘だ。ただ昔は全く送ってなかったよ。ちょっとね、やり方を変えてみた。これ残った汁で明日牛丼作ろう。今来たぜでもコメント読んでくれるよ。前読まないでしょ。今来た？え、普通に読んでるんだけどね。ただ全部は読んでないけど、あの、じゃあちゃんと見てる。ちゃんと米見てるよ。すき焼きの卵で食べるうどんとポン酢で食べるうどんが大好きなんだもん。うどん食べるためにみたいな、うん、大好き。なんで1個だけなの。ありがとう。見てるよちゃんと。難しいよね。だってさ、全部コメント読んでたらさ、なんか
なんかちょっとなんか下手くそなイメージあるんだけど、なんか全部読まないようにしてるの私逆に。